どうぞ。Yeah.
渡らぬか。狙うのさ。普通だ。
降りてこい、帰ってこいよ。あー、チェリーは聞いた意味。さあこの後、あーこれこっちが溜まりそうだ。溜まった。はい、緑のご一行箱溜まったんで行きます。これ最後こいつで増やして帰ろう。これでハイジャグ2だ。頑張ります。はい、ということで残りの時間はジャグラーコーナーで頑張っていこうじゃないか。これで出玉を増やしネレに勝とう。あ、来た。しかもプレミア見える？ほら見て、ほらピック確定です。やったー、78ゲームで。ちょっといけそうだな。頑張るぞ。あ、来た。勝ったよ、勝ったよ、ドブレンだよ。あ、来た、やった何ゲームか見てないけど15ゲーム。いいね。はい、無事にビッグボーナス2回いただきました。この調子でどんどん光らせていきましょう。いいね、チェリー重複。26ゲームで光りました。おお、ビッグ3回目。よっしゃー、もう一回もう一回。一気にね900枚ぐらい増えたんでね。ちょっとね、もうゴッと引かれた時、あ、引かった。いいね、この台。45ゲームビッグでお願いします。やばビッグ4回目。ここで1000枚以上できたからね。3000枚超えてんじゃない？
終了時間来てしまったので前200ゲームぴったりでやめたいと思います。お疲れ様でした。はい、ということでのののを流した枚数2733枚。ということで、今467ゲームなんですけれども、海岸も確かによく入ります。ですが残り時間あともう40分、ちょっと先のことを考えると深押しすぎて、当たる前にタイムアップになるとかなりの痛手になるので、本当に挙動のいい台なんですけれども、泣く泣く諦めて A タイプの方に移動したいと思います。130分の1、これ別にちょっとレギュラーがついてないけど、これ打ってみようかな。130分の1で、相も変わらず最終的にはジャグラーコーナーへ来る私でした。どこで頑張ります。では参ります。締めのジャグ、やっぱしっくりくるね。どうすよ、私ここ1時間以上当たりを引いてない。おう、当たった。301ゲーム、お願いビッグ。よーし、当たりました。ビッグ1時間ぶりの大当たり。さてこのねグラフってか見て思うのが、だいたいハマって1回ジャグレンしてハマってみたいな感じ。この通りいけば私もジャグレンできるはずなんですよね。はい、ということでタイムアップとなりました。後半かなりハザ当たりなくてちょっと映ってるかどうか心配なんですけれども、まあ3箱は死守できたので、あとはノーノーがどれだけ少し少ないか、あと出玉を持ってるかだと思うんで、まあ大丈夫なことを信じたいと思います。お疲れ様です。はい、ということで1759枚です。だいぶ減ってしまいましたが頑張りました。ガールズファイト、ということでお疲れ様です。実戦終了です。はいはい、はい、今日は頑張りましたね。いい、頑張りましたね。なんか笑顔のもう見せ場、珍しく笑顔だもんね。だって今日は引いたもん。じゃん、後ろで見てた。すごい間近で見えた。衝撃的だったね。顎が取れるかと思った。私、いや後ろで止まれ止まれ止まれと思ってた。3か5ででしょ。3、3、3ってずっと言ってた。もうそういう願いかけちゃうから7で止まったの。逆に7、7って思ってもらった。そうそうそう。ってことで投資が450枚の、もっといってると思ってたの。いや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 、最近強いよ私。あ、そう。回収が2759枚ってことで、うん、プラス2309枚。うん、ノノ様はこれを上回れるでしょうか。ノノはね、低いな。バカにした。ノノはね、うん、いや後ろでゴッと引くの見てて、ま、途中私の方がいい感じだったんで、やっべやっべってなって引いてるの見てね。ちょ、ゴッとに勝てるには私フリーズ引くしかないと思ったんだけど。引くと思ってた。引けると思ったんだよ。だって確定役引いたもん、あの中段の追加。だけども全然乗らず、家康さんは2回来たのに100で終わるし、
まあいい台なんだけど行かせてなかったね多分。でもだけど前回だったね。そうだけどいい感じの流れだったね。2箱を出して、うん、その後ちょうどねいいジャグラーがポッと開いたの。そのジャグラーですぐ当たってピック4回。すごい、やっぱジャグラー愛するものは違うね。結果ね、うん、投資が550枚と100枚の差ね、うん、その投資、うん、私のがいっちゃってるの、うん、回収がね2733枚プラス2183枚。え、何枚差？120何枚、うん、だと何これ、すごい僅差なの。え、さっきさ箱4個ぐらい持ってたんだ。いや、2箱ぐらいはちょっとつめつめしたんだけど最初の2箱ちょろちょろしか入れてなかったんで。なんだだからもう一回レギュラーボーナスを見つけてたらおそらく勝ってた。すごいわ。でもね、うん、この番組勝者が決めれるんです、運命を。私ですけど。すいたすいたね、うん、じゃあご飯ご飯をそうせよ。その前にさ、ひと仕事あって箱持つばかりなんだけど、ちょっと体力使うからやってもらっていい？いい？ノーセンキュー。ノーセンキュー、ノーセンキュー。やっぱいいね、重たい箱を持たないって。重たい重たいよもうこれ。はいはいはい。今ここに乗り打ちと対決のカードがあるんですけど、これを1枚ずつこちらの中に入れまして、私は乗り打ちを引きません。そんなにもうね、毎回毎回勝つために乗り打ち引いてるほど私そんな優しくないんでね。優しいっしょ。今回は貪欲に旅行前なんでね、そのお土産代を物様からいきますよ。決めたよ、決めた。では、いきます。これにします。ヌヌに見せてね。せーの、じゃん。いやもう優しいお姉ちゃんだ。つまんないよ。つまんなくないよ。つまんないよ。3回勝って3回乗り打ち行くってどんだけいいやつやね、私。ねえ、そういう姉なんですよ。でもさ、差がさ、そうなんだよね。100枚ちょっと。マジか、うん、マジか。100枚ちょっとか、そっか。じゃあ飲み物で、吉牛をごちそうされたもの。今日の晩ご飯だよ、吉牛。特盛いいよ。食べれない。そつけ。ほんとだよ。そつけ。いや、波を残すわ。なんだ、この呪縛から解き放たれたいですね、乗り打ちの。無理。嫌です。ということで、次回は多分しずちゃんとなるんですけれども、あー、箱持ち係は卒業しますよ。そして乗り打ちもやめます。いや、多分ね箱持ちか乗り打ちになると思う。見たかよ見たかよ。もう何、この番組はそうなる定めなのかね。そういや、運命は自分で変えていくものですから大丈夫です、諦めません。ということで次回も見てください。ありがとうございました。俺たちは黒、私たちは白、私たちは青、私たちは緑、俺たちは黄色。